懐中時計がタンスの向こう側へ落ちて、一人でチクタクと動いておりました。ネズミが見つけて笑いました。バカだなぁ、誰も見るものはないのに、なんだって動いているんだ。え、その見ない時でも動いているから、いつ見られても役に立つのさ、と懐中時計は答えました。人の見ない時だけか、または人が見ている時だけに働いているものは、どちらも泥棒だよ。ネズミは恥ずかしくなって、こそこそと逃げていきました。